緑だけ緑だけ緑見えの緑だけ緑だけ三九オッケーいいね。はい、お写真では元気そう。ちゃんとなんかついてる。なんか見たこともないもんね。そうだよね。クリスタルシャワー、素敵情報番組。1週目と3週目は、クリスタル BB プロジェクトビジネスブランド A to Z ということでね、はい、おかみサミットなんだけれど、うん、いろんなこともついてくるという、そうそう、もうありつつあのチャレンジの番組ですからね。そうですね。あっという間に始まってもう2回目。はい、ね、今日なんか打ち合わせしたんだかしない したようなしないような感じで、あっという間の1時間が過ぎて、そうですね、もう放送は始まるというね。打ち合わせね、何のために早く集まってんだっていうね。そうそう、昔話だったりとかね、はい、楽しゅうございましたよ。そんなことばっかり。本番これからなのにね、探りながら進めたいの、はい、まああの4月ですからね、はい、いろんな新しいことが始まりますのでね、まあドキドキしたりさ、はい、こんなことやってみたいとか無謀なことを言う方々もいるじゃないですか、うんうん、それはちょっと無理だろうって言うけど、うん、素人ゆえの、うんね、プロじゃないゆえのできるかもしれないっていうので、今私ね、はい、大変でございます、まあ、お世話が、そうして学んでいくんでね、私でもできないようなねものを持ってきてねやるっていうわけですよ。でもねってすごい長い時間をかけて説明しても、いっぱい説明してそれを聞いた後にでもやるっていうわけよ。すごいね、困ったなと思ってね。でも知らない、そういう時しか言えないからね、それなんかね、知ったら言えないですよね。っていうか誰か代わりに言ってって思ってるんだけど、いや放置。まあでもその、まあ、やれる範囲でね、うん、やったらいいんじゃないかなってちょっと思ってきたので、まあ、そんなチャレンジもね、しようかなと思って。そうですね、はい、頑張ってください。そうですね、じゃあ、はい、あのいつものチャレンジャーをお呼びしてスタートしましょうかね、はい、ではクリスタル BB プロジェクト始まります。セルフブランディングライフ&ビジネス向上委員会企画会議室より愛を込めて JJ&AI 時々ブルー、クリスタルからは2オカミが加わり、プロジェクトの途中経過から立ち上がっていくまでを記録するコーナーのスタートです。ここで何ができる、何が必要なのか、参加者スタッフ大募集。ぴったりな役割分担を決めるにあたり、等身大のままに登場していただきます。クリスタル BB プロジェクト企画隊長 JJ こと川上淳二さん、はい、こんにちはお元気でしょうか。ご無沙汰しております。私たちは元気です、はい、はい、よろしくお願いしますそして現場監督 A こと秋山和也さん、こんにちは、秋山和也です。あ、会社は株式会社マテリアルパートナーズです。素晴らしい最初の方に言ったことになってました。素晴らしい、はい、成長しましたね。2週間経ってね、2週間経って成長させていただきました。最後まで言わないっていうのも面白いですけど、ね、あ、いけないって曲がかかってる間にね思い出した、はい、思い出しただけまあ良、はい、いですけどね。ほぼ仕事完了だと思ってます、はい、今日のスタジオの中で一番派手なね方がちょっとあの今日はなんか見学するみたいな、あ、ね、そうなんですね、結構メインなところに座ってるんですけど、そうですね、見学するっていう、ね、いや見学テーマついていけない系のテーマだから今日は静かめですっていう、だったらもうちょっと地味なの来てくれそうなのよ、喋んないって言ってる間にもうすぐ一番目立っちゃう、ね、あのね持ってないんだよ多分現職しかそれキリンさんと一緒じゃないですか、ね、私は持ってるよ、ね、地味なの、え、持ってますよ、あんま見たことないけど、負けてはいけないと思う、そうじゃない今日はね、はい、2回目にしても、ゲストさんをお呼びして、ね、チャレンジだわ、はい、今日は素敵なゲストをお呼びしておりますんで、ね、でもねチャレンジャーだったってことはね、はい、来てから気がついたのよ。お任せしますって、僕は連れてきましたってそうはいくかっていうね、何のために練習してると思ってんだみたいなね何しに来たのって言われてましたもんね。そんなこんなでね、はい、チャレンジしますよ、うん、素敵なゲストさんをご紹介したいと思いますので、はい、じゃあまずは
なかなかねスムーズにはパッといかないのでね、曲を皆様に聴いていただいて、はい、この聴いてる間にバタバタと移動したいと思います、うん、はい、はい、それでは今日のミッチーナの1曲目チョイスした曲をお届けしたいと思います。小袋でバトン。さあそれでは初めてゲストさんをお呼びするんですよ、はい、大丈夫ですか。大丈夫だと思います、はい、ではお隣に素敵な青年が座っておりますので、はい、ご紹介いただけますか。はい、本日ゲストにお越しいただいたのが、まあ、僕の友人でもあり、うん、ビジネスでも大変お世話になっている方でもある、はい、株式会社ミームの代表取締役山浦さんです。よろしくお願いします。はい、お願いします。ようこそ。はい、JJAA の、 はい、チャレンジコーナーに初ゲストとして、はい、登場していただきました、はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。ちょっとご自分で会社の、はい、補足で、はい、自己紹介をしていただけると、株式会社ミーム代表取締役をしております、はい、山浦と申します。はい、秋山さんと同じ人材紹介というビジネスをしているんですけれども、うん、少し変わってまして、はい、アスリート。あ、アスリート。はい、まあ、大学生、体育会の大学生ですとか、うん、引退したアスリートとか。なるほど。あとちょっとまたさらに変わったところで言うと、障害者のアスリート、うん、まあ、東京ですとか、その先2024年パリパラリンピックを目指すようなアスリートを、うん、今パラリンピック、パラリンピック、パラリンピックね、みんなが見れるようになってね、本当ですよ、こんな競技があるんだとかね。そうですね。でやっぱり企業様も障害者を雇用したい要望があるので、それをアスリートで採用しようということで、紹介をしたりしています。はい。何年前から、この事業を始めたのはちょうど3年前、まあ、秋山さんとお会いしたのも3年ぐらい、うん、そうですね、ちょうど前ですね。その、まあ、人材紹介って免許が必要なんですけど、うんうん、その、はい、国から免許を得て始めるっていうぐらいの時にちょうどお会いしてるんですね、うんうん、はい、ちょっと中間にこう共通の知人がいて、うん、でまあ、僕もこう、まあ、スポーツ選手のセカンドキャリアとか、うんうん、スポーツビジネスみたいなところの事業展開っていうところに少しこう、うんうん、足を踏み入れようと思って、そしたら紹介してくれて、はい、そこからの付き合いで、そうか、はい、うんうん、まあ、飲み行ったりとか、今このスタジオの中にね、はい、すごくこのスポーツのことにすごい詳しい人と、はい、すっごく全然詳しくない、はい、興味も持たずに生きた方とちょうどこう対面にいるんですけどね、はいはいはい、グリーン系が、はい、すごく体験者、はい、オレンジ系が全く通過しないで大人になっちゃったタイプね。今の声入ってます。あ、入ってますよ。だからアスリートの方が現役時代は、はい、もちろん一生懸命ね練習したりとか、はい、試合出たりとかするんだけど、その後に就職のことだったりとか、うん、いろんなことで悩むのを現場で、ね、うん、見てきてるものね、うん、そうですね。もう道名は本当にもうそれを自分で体験してきているから、ね、アスリートって、はい、競技に一生懸命になってる時って、はい、その先のことなんて考えられないんですよ ね、 うすね、はい、うん、考えないですし、結構指導者の方も考えるなとか、うん、周りあまり見させないっていう環境を作ることも多いので、そうそう、うん、どっかでなんとかなるだろう的な考えも走ってるのかな。そうです、うん、あんまり考えてない、ね、考えてないんだ、はい、余計なことを考え始めると、そうです、ね、競技に集中できなくなったりするのでね、はい、じゃあもっと早くからそういう会社がいっぱいあればよかったのに、なかったんでしょ。うん、いくつかまああるんですけども、ちょっとだけあったの。そうです。ただ障害者、まあ、うちは結構障害者のアスリート多いので、それを専業というかそのやってるところはほとんどないです。うん、はい、早くそうやってサポートする人だったりね、はい、そうですね、マネジメントしてくれる人だったり、うん、あった方がね、はい、どんどん広がるのね、はい、そうですね。いや思ったよ、だってこんなに頑張れ頑張れってみんな言うのにすごく言うじゃない。その時だけそうそうそう、だけど終わったらさ、はい、あとはだって自分のことは自分でやんなくちゃいけないでしょ、はい、選手って。そうですね、まあ、とってもなんか不条理だったなと思ってましたね、選手、はい、そんなことを考える選手でしたよ私。うん、
最近はちょっとテレビとかでもそういう言い方をコメンテーターの方だったり司会の方がね、うん、言ってくれるようになってね、そうですね、そうですね、意識してくださるようになったからね、はい、なんだっけメダルの色とか数ばっかり言って、うん、そのあいやまさに、ね、はい、ね、はい、選手であり続けること、あり続けた何年もあり続けてそこに向かってったことの方が評価されて、うん、ね、その後やっぱり、はい、その経験って、はい、例えばどっかの会社に関わってもさ、はい、そういう話って絶対、うん、他の社員の方にも役立つ話がいっぱいあるはずだよね、うん、そうです ね、 ね、本当だよね。最近でこそこう現役中から経営に参画されてるような方も増えてきて、うん、あの本田圭佑さんとかは、うんうんうん、サッカースクールをもう全国展開で運営されていた、もう100ぐらいあるんじゃないですかね、サッカースクール、そんなに、はい、そうなんだ、のオーナーさんだったりするんですけれども、なんで少しずつこう道はあそう増えてはきてるんですけど、とはいえやっぱりその本田さんみたいなスペシャルな方だけではないので、その20前半で J リーグの選手たちもほとんど引退を迎えてしまったりするので、あとそれこそバレーとかも、でもそうだよね、結局さ、その何かのスポーツを広げていくときにさ、はいはい、そういう現役の人だったり、あの、はい、現役辞めた後の人たちが、はい、あっちこっちで活動してくれることが、はい、そのスポーツに興味を持つ人がいっぱいできて、そうですね、育っていってってことにつながるんだもんね、はい、お役目があるはずだよね。そうですね。で、そういう人が活躍するとやっぱり親御さんたちも安心して競技に、うん、あの打ち込んでもらえるようにそう、ね、して、あの、あんたは勉強やりなさいみたいな指導もあると思うんですけれども、うん、ちゃんと競技もしっかりやりなさいっていう道がだんだんできてくるんじゃないかなと思ってます、うんうんうん、はい、あの社会に受け皿ができるっていうね、はい、言い方をよくするけど、はい、本当にそれがあるかないかで、はい、さすが経験者、運動経験者はやっぱり言葉の重みが違います、ね、後ろでもちゃんとね、すごいうなずきくんとして今日はねすごく、でも運動はいつでもできるので、アスリート、ね、アスリートになるかは別として、ね、いつでもこうスポーツはできるので、ね、はい、下見ちゃった、下見ちゃった、はい、僕トライアスロンやってるんですけど、あ、そう、はい、トライアスロンも結構50代とか60代の方から、うん、そっからスタートできるの、はい、スタートしてる方も結構多いので、うん、まあ、トライアスロンは結構お金かかるので、え、どうして、お金があの自転車とか100万円とか全然する、あ、競技用の自転車っていうのがあるんだ、はいはい、そうか、ママチャリ、ママチャリじゃない、ママチャリでたまにいますけどね、嘘あの東京マラソンではの仮装して走るみたいな感じで、ママチャリで頑張って完走するみたいなのも、あ、じゃあキリン号でいいや、じゃあるんですけど、だいたい100万円して、こう風の抵抗がないとか、いいカーボン使ってる自転車をお金こう稼いだ人が、まあ、タイムをお金で買うっていうんですけど、うーん、っていう方は多いので、JJ もまだまだ、やるんでしょ、僕もやります、今のところやるやる詐欺だったっていう、ね、そうですね、2年前からやるやる詐欺になっちゃってるんでもういよいよ9月に出るってことを決めたんです、あ、はい、うん、まあ、言っちゃ、生放送言っちゃいましたから、全国で言っちゃった、はい、全国で言っちゃった後ろの方は大丈夫、後ろの方はね、もうさっきずっとね楽屋で勧められてたんだけど、本当にやめてくれって、そうです、ね、頼むからやめてくれってね、よかったね、うん、僕がこうトライアスロンやりましょうみたいな話をして、まあ、秋山さんもそうですけど、こう、うん、始める人は結構いるんです、うん、まあ、要は引きずり込むんですけど、うん、こんなに硬い方は珍しい。でもね、最後の方でちょっと一言だけね、なかなか泳げるようになったらやってもいいよって言ってたよ。さすが覚えてます、ね、覚えてますよ、はい、絶対生放送で言ってやろうと思ったから、ね、おっしゃってました、確かにね、はい、それ僕教えられるので、あ、そうですか、はい、うん、じゃあもうちょっとね、そうですねでも、あの、知らなかった世界に行ってそれを体験するとやっぱりそこに喜びがね、またあるかもしれないしね、うん、はい、あると思います、あります、だから競技をやってきた人たちっていうのも、はい、そのビジネスの世界ってある意味そういう位置づけなのよね、新しい世界へのチャレンジになるから、そうか、そうか、はい、そうです、そうです、ね、はい、そうだけどね、あの、まあ、私自分がスポーツマンだったから言うんじゃないけど、やっぱりそのスポーツ、長い間スポーツで培ってきた、例えば精神力だったり、その集中力だったりっていうのは、はい、結構なものを持ってらっしゃる方多いですよね、うんうん、ね、そうですね、うん、あとだからちょっとピンときたんだけどさ、はい、あの、他の世界を全然見なくてさ、うん、来てるから、
ビジネスの世界は怖いことだってあるじゃない、うん、だからちゃんとしたそのまとめてくれる人がいた方がいいよね、はい、だって有名で名前もあったりしてさ、それをすごくなんか悪いことに使われちゃうことだってあるじゃない、はい、だからそういうまとめてさ、はい、マネジメントしてくれるようなところがあれば安心だよね、はいはい、そうだね、はい、まあ、今のご時世、おそらく秋山さん、そのいわゆる一般のビジネスマンの方ですら、うん、この先何したらいいかわからないっていう方も増えてる中で、うん、より社会との接点が少ないアスリートの方は、うん、よりなんか何していいかわからないみたいな人が結構やっぱり多いので、怖いだろうしね、どこからやっていいかわからないしね、はいはい、これまでこう順調にはしごを登ってきていきなりなくなっちゃうみたいなところがアスリートのことになって、ゼロだもんだって、ゼロですよね、はい、これまでスポーツ選手っていう肩書きがあったものがまたなくなっちゃってっていうスタートになりますんで、はい、結構そこで大変だと思うんですよね。そうですね、だけどその力になれることとか、お役に立てることっていうのは何も変わらずあるからね、その人としてのポテンシャルっていうのはやっぱりあるから、はいはい、だからうまくキリンさん言ってくださったように、うん、マネージしてくれるようなね、うん、機関や仕組みがあったら、うん、もっともっと、そうですね、まさにおっしゃった通り、うん、その目標に対してのこう、うん、意欲というか達成する力とか、うん、まあ、これは両面よしあしあるんですけれども、うん、素直さというんですかね、うん、こう言われたことに対して忠実に行う、うん、これは逆に言うと主体性がないって捉えられることもあるんですけれども、うん、ただそれに適した職種とか、うん、お仕事とか会社はあるので、うん、それを知らないケースがあるので、うん、 そうだね、それを伝えてあげたりとか、うん、あとは足りないものは、ね、補ってあげたり、ね、そうですね、すればいいですね、はい、トレーニングもできるので、そうそう、それはビジネス側のトレーニングもできるので、好きだからトレーニングはね、はい、アスリートトレーニングが好きです、努力することは好きなので、トレーニングってつけちゃえばいいんだ、そうそう、大好きよ、急に頑張るかもしれない、言い方聞ければいいそう、勉強って、ダメダメ、そしたらね、全部トレーニング、そう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 、なんだったら勉強しながらいろんなもの持たせときます、あ、そうですね、そしたら頭の回転も良くなるみたいな本当本当、はい、ね、だから金さんもおっしゃってたけど、未経験だからこその強みだったり、うそうですね、そう、可能性っていうのはもうあると思うのでね、はいはい、すごく社会的な意義がやっぱりある活動をなさってらっしゃいますよ ね、 うん、でちょっとここから詳しくもうちょっと、うん、はい、踏み込んで聞くために一曲ちょっとブレイクで、はい、お好きな曲を、お好きな、はい、はい、あ、今日一曲選んでいただいたんですよ、はい、うん、どれ選んですか、そんなこと知らないわすごい、それがねびっくりするほどね、こんなお若いのにこんな曲聴くんだっていうような、はい、増井山さんの稽古書きますの、正直あ、これなんか経緯とか話した方がいいんですか、そうですね、なんかすごい聴くわけではないんですけど、ま、うちの会社に顧問 の、 お姉様がいらっしゃって、その方と増井山さん非常に仲のいい関係なので、この前ちゃんこ屋さんを2年前ぐらいですか、ね、オープンした時に、そのプレオープンのイベントにご一緒させていただいて、ですごい歌上手だから、そうよ、ね、あら、じゃあ聞いてみましょう、はい、あ、聞いたことありますか、ないです、今日初めて聞きます、あ、じゃあ、なんという曲を、稽古、はい、はい、クリスタル初の演歌が流れました、はい、あ、でもさっきも話したんです、アスリートの歌なので、そうだよ、ね、はい、多分アスリート一上手だと思います、あ、素晴らしい、素晴らしいものを聞かせていただいて本当に、ね、ぜひ南砂町のちゃんこ屋さんへ、ぜひ、高徳で、まあ、何の関係もないですけどすぐじゃない、ね、すぐすぐです、はい、そう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 、ちゃんこ食べたことない、私もない、あんまり、お嬢様、そうじゃないけど近所にないチャンスがない、ちゃんこってなんか普通の、相撲部屋に行ったらでも食べさせていただけますよ、なんかやれとか言われないかな、大丈夫かな、あ、でも女性、まあ今問題ですよね、上がっちゃいけない、え、上がっちゃダメです、そうだ、上がっちゃダメなんだ、はいはい、よかった、女性ならば試しに取ってみるかとか言われたらどうしようかなとさあさあ、聞きたいことを聞いておかないと終わっちゃうよ、はいはい、そうですね、はい、さっき少し前半でも話ありましたけど、はいはい、ビジネスパートナーの、ね、方々といろいろ組んでなさってるっていうことなので、パートナーの紹介だったり、あと一押しの、ね、方、はいはい、うん、
そうですね、一押しのアスリートでいうと、まあ、僕競泳出身なんですけれども、うん、まあ、最近でいうとこう萩野公介選手とか、うん、瀬戸大也選手みたいな、知ってる人がいる。あ、本当ですか。金メダル候補と言われてるんですけど、まあ、僕は大橋悠依選手、うん、で同じ個人メドレーの女性の選手なんですけれども、うん、一応その界隈では一番日本選手の中で金メダル近いんじゃないかと言われてます。そのこれからの人だ、はい、ハンガリーの選手で一人強い選手はいるんですけど、彼女に勝てば世界一、2020年。今みんなもう体型も違うからね。そうですね、外人さんに負けてないもんね。負けてないこれからその女性アスリートが来ると思います。う、はい、まあ、もうすでに来てるんです。世界ランクで今2番3番ぐらいすごいね。来てるので、パラリニピックの分野でもいらっしゃるの、そういう中心の方って。それで言うと、うちのパートナーの山本敦選手は、うん、まあ、選手というか、まあ、うちで言うと顧問なので、山本敦は、うん、金メダル取ると。競技何でしたっけ。ですね、幅跳び、幅跳び、義足ですね、義足で走るのも速いですし、幅跳びで、義足で飛ぶんです。すごい。バネで、バネで。なぜ飛べる。飛ぶ足が義足の方で、はい、両方タイプがいるんですけど、最近なので、その別の淳さんじゃない方選手はその世界記録、うん、健常者の世界記録を超えたりし始めているので、2020には割とそういう 100m 走とかもその健常者を超えてくるんじゃないかと言われてます。すごいね、はい、で淳選手前回銀メダルなので、で世界記録も出したことあるので、東京は、まあ、血のりも生かして金メダル取ってくださるんじゃないかなと。もう2年後。そうですね、そうだよね、はい、あっという間です、はい、ね、もうオリンピック選手なりこうアスリートを応援する番組を作りましょうね。あ、ぜひぜひ、ね、はい、本当にね、その頃には、まあ、JJ もトライアスロン、そうそうそう、経験者としてね。あの時は嫌だって言ったけど、やってよかったっていう ね、 そうですね。僕振らない方がいいです。ゲストじゃないです。大丈夫です。すみません。頑張ります。あ、言った。いいと思いますね、はい、自分だけで考えてるとね、自分はダメじゃないかってこともね、はい、意外とやってみたら、ね、別に金メダルを目指せとは言わ誰も言ってないから。誰も言ってないし確かに、ね、たくさんのさ期待 の、 競技選手が出るっていうことはさ、またその先のキャリアもね必要になってくる、ね、っていうことですもんね、はい、ますますだから需要が本当に、ね、そうそう、だってさっきも言ったけど、ね、ほらやっぱりいろんな人がどこかで話すこともそうだし、うん、はい、できないながらもやってみるとさ、その競技の見方が変わるよね。そうです ね、 ね、そうなんですよ。そうそう、本当にこう走り始めて、うん、もうやっぱり苦しいわけですよね、まあ、走ったことないんで、もう5キロ走るのも苦しいんですけど、それをマラソン選手とか駅伝選手が20キロとか42キロとか走るのを見ると、もう奇跡的なわけですよ、あのスピードで走ってるみたいな、ね、信じられないですよね、私感動しますよね。駅伝見るの好きでさ、はい、最初の頃は見ててさ、はい、なんで最後頑張んないんだとか思いますよね。あとちょっとじゃないかとか思うんだけどさそうじゃないよね、きっとね、はい、最初から限界で言ってますからね、そんな倒れちゃうんだったら練習足んないじゃないかとか思うんだけどさそうじゃないよねやってみるともう痛い、もう苦しいのめちゃくちゃ分かりますもんね。そうですね、辛いっていう。キロ3分で走ってますからね、駅伝選手。普通で考えたらダッシュですよね、はい、全力疾走で走ってると思うんです、はい、一般の人のずっとだって箱根の駅伝なんかは伴走してる人いるじゃないですか、うん、よくカメラのね、はい、あ、全力で、そう、はいはいはい、確かにすぐ消えていく、そうです見切れちゃうんですよ本当についていけなくなっちゃう、ね、すぐ切れます、ね、プロフェッショナルってすごいよね、はい、すごいです。頑張っていただくためにもさ、そうだね、そうですね、やっぱり応援体制も必要ですよ、はい、特に2021以降はそういうスポンサーさんとかも少し減ってくるんじゃないかっていうことも言われているので、2020までは継続競技できるんですけど、それ以降難しくなる方も増えてくるので、じゃあみんなの意識改革をしないと ね、 そ う、 ですね、そういうことじゃないよって、はい、ね、そうオリンピックってね、そうありますよね、オリンピックまではそうなんだけど、オリンピックの後の方が実はね、そうなんです、大事な、はい、こともたくさんありますよね、そうですね、人生長いので本当本当、いや、アスリートの人たちがね、世の中を明るくしたりね、元気にしたりするね、はい、そうですよね、もう本当に力はね、はい、言えないけど、だったり言うからいっぱいあると思うんだよねなんか言えないことあるんです偉い人たちいるじゃん、はい、まあ、偉い人たちとしてくくりましょうよ、はい、ね、
大人ですからね、ここすごい。だいたい今大人を見ました。2文字の漢字でなんとかさ、いろいろいるじゃない。ダメよ、もういろんな遊んじゃったり。番組変えないといけないですよ、これ。遊んじゃったり悪いことしちゃったりさ、ね、はいはい、涙流したって許せないかなとかもね。だいぶ具体的になってきました。ものすごくタイムリーですね。そうそうそう、だから本当に応援したい。そう、はい、アスリートの人はもう本当に毎日努力して、その、はい、毎日、ね、本当に毎日です、ね、毎日だもんね、はい、なんか私たちのできることでね、うん、応援でもそうだし、うん、知ってもらいたいし、はい、やらないと言った頑固な人もやってほしいしね。役割がありますよ。ね、そうですね、まとまったね、それぞれまとまりましたね。さすがですね。まあだからあのこれをご縁に時々本当に、はい、今こんなことになってるよ、はい、この業界はとかね、ぜひぜひお話ししに来てくれたりとかしたら嬉しいですね。はい、ぜひまた来ていただいて、また遊びに来ます。よろしいですか。はい、はい、今日はありがとうございました。はい、ました、はい、じゃあまたの機会をお約束して、はい、ぜひぜひ、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございました。大人相談室、そう、大人メール相談室、ね、そうですね、お待たせいたしました。はい、はい、なんか相談な雰囲気になってきましたね。どうぞ。曲がちょっとなんかね、アーニュイな感じでね、うん、そうですね、どうぞ、お悩みがあったらどうぞみたいな。今日ね、いくつかいただいているので、はい、じゃあ軽めのところからいきましょう。わかりました。北区、東京都北区のシーママさんからです。はい、50を過ぎたら健康一番、春だしチャレンジ欲が高まっております。うん、キリンさん、ミッチーナさん、元気の秘訣、何か取り組んでいる健康法などあれば教えてください。健康法、うん、健康法は私あのホットヨガを続けて2年目でございます。うん、まあ、だから、まあ、温めたかったのよ私ね、体をね。そうね、言ってたね。うん、だからあの お白湯を飲むだったりとか、あとないかなと思ったらたまたまホットヨガがあったので、温める何かはよろしいですよ。ね、冷えは万病のもとって言いますから ね。そうですね。まあ、これから暑くなるからだけど、ほら冷房で冷え切っちゃうとあれだからね、うんうん、やっぱりほら言うじゃない、首という首を温める。ああ、そうですね、首、手首、足首、そうです ね。おばあちゃんの知恵袋のようなコーナーになってた。教えてって言って。それいいと思いますよ。そうですね、ミッチーナはね、うん、やっぱり睡眠です。あ、睡眠の質を上げる、やっぱりね、質を上げる、質を上げる、お布団を変えるとか、うん、お布団を、まあ、変えるもそうだし、あと枕、あ、枕ね、うん、でなんかね、時間じゃないんですよね、やっぱりね。私どっちかっていうとショートスリーパー気味なので、うん、長い時間寝なくても質がいいとすごく元気、うん、寝れないことなんてある？一切、今まで人生で本当1回ぐらいしかないです。寝れないとか人の気持ちが分かる、ね、伸びをしただけで熟睡タイム、うん、そうそう、寝ちゃいけないのに寝ちゃうもんね。あ、って言うとだいたい 3,4 時間経って、そんなに寝るっていうね。そうなんです、ね、まあ、春で気候もいいのでね、これから暑くなるとまたちょっと睡眠ね、寝づらくなったりするけれども、なんかだから自分で、うん、続けられることを、ね、そうなんですよ、探したらいいよね。そうです、そうです。なんかやらなくちゃって言うとさ、うん、私ね、スポーツクラブに入っちゃやめ、入っちゃやめってしたのよ。うんうん、なんでかっていうと、
行かなければならないと思ってそれだけで続かないよね。そうなのよ、なんかヨガはね、あのちょっとゆるく始めたので、うん、行けるね。ぜひ何かぴったり来るものを 探していただけるとよろしいかなと思います。はい、ではどうしようかな、ちょっともうちょっと軽めなの言っていいですか。ってこと重いのが用意されてる。最後ね、ちょっと重いんですよ。重いのからいく？順番に順番にいきましょうね。はい、2つ目は流山市のプッチョさんから。雨の日は好きですか？私は憂鬱で嫌いです。雨の日を楽しく快適に過ごす方法、何かおすすめがあったら教えてくださいって。あ、私ね、私も雨の日は、お家にいる時の雨の日は好きなの、お外に出る時は好きじゃないの。じゃあ出かけないっていうことですね。いや、あのねそれ今聞いてふと思ったのは、うん、雨のシーンが素敵な映画って結構いっぱいあるのよ。あ、ね、なんかそういうのさ、わざと選んで見て雨のイメージを変えるっていうのはどうかしら。うん、あ、いいです ね。いいいい、それちょっとロマンチックな答えだったかしら。素敵です。私はもう雨の日は出かけないっていう現実派。そうそうそう、ロマンチック派、こもる、ね。はい、では3つ目あります。はい、松山市のりょうくん。いよいよ重い方、まだ重いです。あ、もう重い。男性からなんです。はい、男性の重い悩み相談。大丈夫、いいのかしら、私たちで。いい、いい。はい、先日妻と久しぶりのデート、うん、といっても外食ですが、うん、ほろ酔い気分で歩いているときに手をつなごうとしたらさりげなく拒否、うん、てんてんてんだって、うん、浮気してるのかな、愛情がなくなったのかな、本当にただ気がつかなかっただけなのかなって聞いてみたいけど怖くて聞けずに悶々としています。かわいい、かわいい。手をつなごうと思ったら拒否したのかな、本当にどうだったんだろう。それはわかんないけどさ、うん、もう何回かやってみたらって、ね、チャレンジ。だからさ、男の人って結構デリケート繊細なんですよね。そう、一回コッキーで違うかもしれないのにさ、もう押し込んでるっていうさ、すごくないですか。何回かやってみたらいいんじゃないの。浮気なのかな、全然重くない。またやってみたらっていう。それだけだけど、あの狼にかかるとね、あのこんな真剣なお悩みもなんだそっかって思えるかもしれないですよね。今もう一個来たんですけどいいですか、その人から。その別な人、別な人、うん。ね、あ、これはね、A さん。重め？軽め？超軽め。あ、軽め、はい、OK、カモーン、はい、健康のためにも痩せたいのに、うん、食いしん坊だから食べるのがセーブできない。知るか知るか。これね、でも共感する女性多いと思います。ダメだって分かってるのに、その一口がね。でもさ、なんかいろんなダイエットあるけどさ、食べるのは全然好きなだけ食べてっていうの結構あるよね。そう、食べればいいじゃんね。だからそれも自分ができることを選べばいいじゃん。食べちゃいけないのを選ぶから食べちゃダメってなるでしょ。食べていいやつを選べばいいじゃん。さっきと一緒だよね。どうしてみんな工夫のあれがないんだろうね。一個しかなくてダメだわって言うんだけどさ、アホかと思うね。多分ね、いろいろやってる。私この人知ってるんですね。あ、そう。で、本当にいろいろやってるんですよ。なんだけど、やっぱりあの食べるの好きだから、うん、セーブしたりとか、それかほら、やめたりは難しいんじゃない。食べる順番とかってさ、お野菜をこの、まあ、一ボール食べた後にだったら食べていいよって、なんかちっちゃい自分のルールを決めてさ、うんうん、そうするとまあ満腹感はあるじゃない。ね、そうですね。おやつは この種類にするとかさ、どこか決めることと緩むとこといろいろしたりとか、うん、あと頑張る平日とあの土日どっちかだけあのやらかしちゃってもいいとかさ、うん、なるほど ね。結局継続しないとダメでしょ、なんでもね。そうですね、うん、すごい真面目な回答。え、私はね、鼻水出てきた。あの許すっていう花粉がやってきた。だって食べたいんだからさ、体が求めてるんだから食べたらって思うよね。うん、でその分あのやっぱり動かしたらいいと思うの、体を。あ、でもさ、年齢超えていくとさ、動かしてもなかなか、うん、あの燃焼しなくなるからさ、 あのね、自主的に行う運動は限界あります。だからちょっと機械の力を借りたり、あ、はい、あのつけといたらブル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 ってなるやつとか。そうです、そうだ、あれすっごい効果があるものとかもあるから。あとね、運動を
さあ運動しますじゃなくて、うん、あのテレビ見るじゃない、うん、あの1時間なんかあっという間に見るじゃない、うん、その間なんとなくずっと手を動かしとくとか、ね、ずっとどこかを動かしとくみたいなことね、うんうんうん、私最近ね肩甲骨ってすごく肩周りって大事じゃないですか、うんうんうん、で肩甲骨を開くっていうさ、うんうん、こう柔らか可動域を広げるっていうのを、うんね、全部ここだよね、うん、でねそれのグッズを1個買ったんです、うん、でどんなあのね寝るだけなのその上にでちょっと肩甲骨のこの形、まあ、逆三角形みたいな形なんだけど、うんうん、その肩甲骨の間をこうギュッて広げるみたいなちょっと形になってて、うん、で痛くも何にもないんだよ、うん、柔らかいものでできてるのちょっとねこう硬めの、うん、なんかあのなんていうのかなプラスチックと違うんだけれども、うん、こうシリコンの少し硬めな感じのもので、うんうんうんちょうど肩のツボにも入るようになっててその上に5分寝てるだけなのへでそうするとほら ストレートネックじゃない、はいはい、そのまた首とあと肩がこうグーって肩甲骨が広がる感じがすごくあってで5分ぐらい寝そうそうだからそうやって簡単なものを探す、うん、そう、ね、すごく良かったのですりこぎだっていいかもしれないねふたっちょ並べて本当ですよね、うん、寝るだけとかつけとくだけってのはやっぱいいですよね、うん、食べるのセーブは私もできないもんだから勧めない人にはそうねどっちでもいいよって、まあ、だけどね食べ過ぎてすごくふくよかな人って、うん、そんなに食べてないんですけどって言うけどすごい食べてんだよね大体がね食べてるそれはねやっぱり食べ過ぎだよっていうのはあるよね私は年とともにだんだん食べられなくなんないお菓子は食べれるなだから好きなものは食べれるかもしれないねもうご飯の量もそんなには食べなくなってきたもん、うんうんだから難しいきっと人生的に ずっとふくやかな人っているじゃない、うんね、だからずっとあんまりストレスになっちゃうほどのやり方はやめてさ、うん、やっぱりできる範囲なことをさずっといろんなことやってみて、うん、必ずどっかでピタッとくるものがあるはずだから そうだね、それを取り入れてくって言ってさ、はい、いいと思います諦めちゃない方がいいよね、うん、あの本当に将来的に健康じゃいられなくなっちゃったら困るじゃない別にふくよかだってずっと健康の人もいるからね、うん、そうですね、それでいいと思うけどそうです ね探してみてください本当にそう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 健康骨もすごく良かったですよみんなに言いふらすといいよ、ね、誰か違うことを知ってたりするから、うん、そうですね今日はそんなお悩みが4つほど重いって言ったけど重いものは一つもなかったねキリンさんの重いってどういうやつですかあまり重くないねそうでしょ、うん、だから何着ても重くないんですよいいよ元気になってその方が、ねうん、はいではまた再来週、はい、大人メール相談室あの質問をお待ちしておりますのでありがとうございましたどうしどしどうぞ さあそれではクリスタル情報局はい曲に合わせていろいろカメレオンのように変わっていく私たちキャラ設定がいまいちあの統一されてませんけれどもはい、はい、クリスタルシャワーですね今のクリスタルシャワーは、1週目と3週目が今日のね、うんおかみサミット&BB プロジェクトということでね、はい、2週目があのキラキラ隊長のナオが、うんね、そして4週目は新次号もあの関わってる松葉グループのね、うんチームビズチームだそうだそうです、ね、ですでクリスタル、本体のホームページがリニューアルされまして、はい、通常はリニューアルしましたで終わるんですけど、うん、実はクリスタルの場合はちょっとよそと違っていてね、うん、リニューアル始まりましたごめんなさいじゃないんですよこれはね違うのよそうなんあ、まあ、通常は、まあ、そうやってね、うんまあ、にゃな方のね、ごめんなさいを言うために言ってるんだわ、じゃないんですよね。そうそうそうクリスタの場合はちょっとやっぱりよそと違う、グループなので、はい、せっかくリニューアルしました、うん。ここでもっとできることがあるよねっていうところでね、これからちょっとそうね、どのぐらいのスタンスになるかわかんないけど、
もしかしたら2週間に1回ぐらいね、どこかが何かが変わっている、うん、要するにね、クリステルが ラジオを始めた時にね、ラジオなのにラジオ見てねって言いふらしたの、うん、何よラジオなのにって、でも見て映像があるの、嘘ってとこから始まったの。それと一緒で、見逃せないラジオね、見逃せないクリスタルっていうようなホームページをにリニューアルしたわけよ。だから見逃すとあっという間にどんどんいろんなことが変わっちゃうよって。そうだ ね、そのぐらいいろんなこと盛りだくさんなんですよね、クリスタルって。そうそうそう、それでずっとやってきた時にやっぱり SNS だったりいろんなことをね、世の中の流れにやっぱり沿っていかなくちゃなっていうところで変えていったところもあるんだけど、ちょっとここに来てね、あれおかしいって思うとこがあってね、私たちにクリスタルにとってホームページって大きな名刺でいいんじゃないかってとこにね、でその大きな名刺なところにみんながそれぞれできることでいろんなものをつけていって、で実際見たところは大きな名刺にいろんなものが枝葉がねついていて、そこの葉っぱはキラキラだったり、こっちの葉っぱはすごく真面目な相談のことがあったりね、ウーさんもいるしさ、ちょっと言っとくとウーさんのね4コマも漫画が始まるよ。楽しみです ね、だから楽しみ方はいろいろだし、誰かに必要な情報はいろいろじゃない、ね、だから私たちがいいと思ってたって興味ないことだってあるし、でも誰かの言ってる情報はすごく大事なことだったりするから、いろんな世の中にあるメディアとつながるんじゃなくて、うちがあもちろんそれもしていくんだけど、クリスタルというとクリスタルというメディアを私たちが作っていけばいいんだというところにたどり着いたわけよ、はい、だからリニューアルが始まったよって、それが2018年4月のクリスタルの新たなスタート、ね、だからますますにいろんな人がクローズアップされたりとか、そうです ね、新たなものが展開されていくと思うので、ぜひお気に入りに入れていただいてね、しょっちゅう覗いてもらえたらなって思います、はいはい、あ先週と違ってここが変わったなとか、ここが新しくなったねみたいな、このページが好きとか、ね、この人が好きとかっていうような形で応援してくれたらなって思います、はい、以上です。クリスタルシャワー1週目と3週目はね、おかみサミット、&BB プロジェクト、とにかくクリスタルシャワーは賑やかな週となりました。はい、そうですね。いろんな方々が、クリスタルメンバーがいろんな形で登場しますので、はい、楽しんでいただきたいと思います。見逃せない番組がねあちこちにありますので、お気に入りもぜひ決めていただけたらいいなと思います、みんなが夢の途中だから、経験をねたくさんシェアしたら、そこにはもっと素敵な始まりがある、そう思いませんか。今日のクリスタルシャワー、あなたにとってお役に立つ情報はありましたか。自分だけの経験だけでは知らないことの方が断然多い。だから合言葉はリンクしてシェアしてコラボレーション。週の真ん中もクリスタル、お楽しみください。次の番組はオーエドワイドスーパーアフタヌーン、亀戸にありますアンフェルシオンスタジオからの放送です。毎週映像はブログやフェイスブックに掲載しておりますので、そちらもぜひお楽しみくださいね。チームクリスタルのすべての情報はクリスタルのホームページ、アドレスが少し変わりましたので、発表するの忘れて、発表いたしましょう。81810と数字で書いて AAO と言いますけどね、81810クリスタル .com でご覧くださいね。お楽しみが盛りだくさんでございます。すごく肝心なこと言うの忘れてましたね。大丈夫、最後の最後にでしたね、はい、まだまあクリスタルネームクラブでも全然アクセスはできるんですよね、はい、どうぞ検索してください。そう、ホームページの真ん中にコマーシャルありますからね、ぜひ見ていただきたいと思います、はい、さあクリスタルからの幸せな時間のお裾分け、番組への参加応援大歓迎です。クリスタルシャワー、下町スピリット、おかみたちからのギフト、どうぞお持ち帰りくださいませ。合言葉はお互い様にありがとう。また来週。